どうも、フジピコです。おつぴこ。今回はですね、こちら、ホーネリーカメレオンの赤ちゃんたちのね、まったりとした一日を見ていただこうと思います。今日は餌の日でね、こんな感じでみんなでね、お、コオロギに集まって、はい、食べてくれてますね。美味しいですか？でもこのね、餌が来る場所分かってんのか。はい、餌時になるとね、この葉っぱに集まってきますね。下の子たちもね、みんないっぱい見てますわ。あー、ちょっと。これ末っ子ちゃんですね。まあ、悪さしたらあかんで。仲良くね、ご飯食べてくれよ。お、この下にいる子もね、狙いを定めましたね。さあ、いけ。はい、ナイスーって見てたらね、はい、この上の右側の子もね、はい、食べたそうに寄ってきましたね。お、そっちにいるやつ食べるか？あ、おっと、取れてないですよ。はい。まあ、いっぱいいるんでね、もう一回チャレンジしてみてください。ほら、目の前にいますよ。あー、食べた。あー、ちょっと何その顔。はい、ちょっと下手ですね。まあ、まだまだコオロギいっぱいいるんでね、しっかり食べてください。お、ほら、壁際にいっぱいおるで。それで食べに行くか？はい、めちゃくちゃ見てますね。あら、でも、ちょっとそっち何もおらんで。あー、ちょっと、はい、そのなんでみんなこんな感じでね、団子になりたかんのか。はい、しっかり仲良くしてよ。お、葉っぱの上にいるコオロギを見つけましたね。さあ、食べるか。あー、よいしょー。ようやく食べれましたね。右側の2匹も食べたそうにしてたな。なんとなくですけど、このネットに張り付いてるやつよりね、葉っぱの上にいるやつの方が、なんか反応がいいような気はしますね。お、この真ん中にいるのちっちゃい末っ子ちゃんですね。末っ子ちゃんもな、ほら、一匹だけ残ってるで。周りの子らに取られる前にしっかり取らな。お、行くか。お、いけいけ、頑張れ。はい、ナイスー。食べてくれましたね。これ一番ちっちゃい子もね、コオロギ食べてくれてるんで、もうハエは卒業で大丈夫そうですかね。いやー、でもほんとね、カメレオンの赤ちゃんめっちゃ可愛いっすね。もう一日中見とけるわ。まあ赤ちゃんはね、基本的に何でも可愛いんですけど、カメレオン特別ね、なんかこうフィギュア感があってね、めちゃくちゃ可愛いっすね。さあ、いっぱいね、ご飯あるんでしっかり食べてね。まあこのちっちゃいうちも可愛いけど、すぐ大きくなってください。って言ってたら、あれ？ちょっと、お母ちゃんが、私も餌よこせっつってね、めっちゃ見てますね。ちょっと、もうちょっと待ってな。そんな欲しいか。もうばらまいたから、ちょっと次お母ちゃんにあげようか。はい、お待たせしました。もう息子娘たちがね、ご飯食べてるのを羨ましそうに見てましたね。さあ、じゃあね、お母ちゃんにはちょっと大きめのね、コオロギをあげましょう。そうそう、見てる見てる。はい、食べてください、しっかり。お、狙ってる狙ってる。よいしょー。はい、しっかり食べてくれましたね。いや、ほんとこの母ちゃんね、ほんと産後のね、疲れを一切感じさせない。もうまるで本当に君が産んだんかっていうぐらいね、しっかりご飯食べてね、めちゃくちゃ健康ですね。素晴らしい。じゃあコオロギ美味しいですか？この子ね、産後もちょっとだけお腹ぽってりしてたんで、まだ残ってて産むんかなと思ったらね、まあなんてことない、ただのおデブちゃんでしたね。はい、まあそのおかげでね、でも健康に保ててるんかもしれないですね。って言ってたのに、なんかジャリジャリ聞こえるなと思ったら、ちょっと今度はね、はい、ヒョウモントカゲモトキイエローくんがね、ちょっと餌もらえると思って出てきましたね。イエローくん、ただ君ちょっと夜行性やからな。これ今日はちょっとお昼の時間やから。まず夜あげるからな。うん。なんか今日慌ただしい一日ですね。ちょっとじゃあ戻りましょう。はい、お母ちゃんもう一匹ね、ちょっと食べときましょうかね。はい、ナイスー。しっかり食べてくれてますね。うん。ちょっとコオロギ大きかったか？なんか若干食べにくそうですけど。まあまあまあ、食べていってるか。大丈夫か。お、しっかり食べてくれましたね。あれ？これ自分で自分の足握ってないか？なんしょんそれ。なんしょったら血止まってまうで。変なやつ。ちょっと、全然離さへんやん。固定されて落ち着くんか逆に。後で話しときや。ということでね、ベビーちゃんたちに戻りましょう。はい、まだまだね、はい、コオロギ残ってるんで、お、探してますね、この子。枝の上にいるコオロギ見つけましたね。あ、ロックオンして。さあ、行け。
あー、逃げられてもうたや。お、でも、もう一匹手前にいますよ。気づくか、それに。そうそう、手前からの枝にいるで。お、気づいた、気づいた。さあさあさあ。狙いを変えて。めっちゃ見てますね。さあ、このね、正面の顔かわいいですね。はい、ナイスー！食べてくれましたね。お、末っ子ちゃんも羨ましそうに見てたな。まだまだいるからいっぱい食べや。はい。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。